はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴマインクラフトの氷の城21186です。部品の袋は4つで、パーツは499個、そして説明書が1冊入ってました。それでは組み立てていきます。はい、完成です。キャラクターは全部で6体です。プレイヤースキンは王国の戦士ということで、これかっこいいなと思いました。光に当てるとね、反射してますけど、全体にゴールドのプリントが入ってるんですね。背中側にもこうやって入ってます。綺麗でかっこいいですよね。で、手に持ってるのはダイヤの剣と、あと盾ということで、この盾のパターンもね、いいなと思います。もちろんプリントパーツです。後ろ側はこんな感じになってます。あとイエティのスキンということで、おへそがありますんで、まあ裸なんでしょうね。ちょっとね、可愛いなと思いました。手に持ってるのはクロスボウですね。背中側こんな感じになってます。で、敵キャラとしてはまずゾンビが2体です。鉄のヘルメットいいですよね。これね、かっこいいなと思いました。チェストプレートがついてたら最高でしたけどね。王国の戦士につけるとこんな感じです。かっこいいですよね。まあ、下がねゴールドなので、まあ、金のヘルメットだったらもっと良かったのかなと思いますけど、まあでもね、かっこいいんじゃないかなと思います。あとスケルトンが2体ついてました。まあゾンビにヘルメットがついてましたんで、まあこっちにもね、なんかヘルメットとかつけてくれてたらなという感じはしましたけどね。そして上級セットの氷の城です。両サイドの塔がね、まあよくあるタイプかなっていうのはありますけど、ただかっこいいなと思いました。あとカラーリングはやっぱりちょっとね、寒々しい感じはするんですけど、まあ氷の城なので仕方ないかなというところですよね。で、サイズ感なんですが、ミニフィグと比べるとこんな感じになります。結構ね、大きいんですよね。横幅が約22センチ、奥行きが約19センチになってます。まあ正直十分な大きさじゃないかなと思いますね。フィールドのプレートパーツはまず白ですね。雪をイメージしてます。で、草地のこの色がね、かなりそれっぽくていいなと思いましたね。あと、こちら側は氷なんですけど、このポッチの部分の色と、あとタイルの部分でね、色が違ってるんですよね。この辺もね、いい感じじゃないかなと思いました。で、中に関しては紫色ということで、まあ、おそらく絨毯をイメージしてるんじゃないかなと思います。あと、入り口部分ですけど、
これはテラコッタですよね。もちろんプリントパーツになってて、今回新パーツなのでこのセットにしか付いてません。でこれね、タイルパーツ4枚付いてますよね。なのでこれとかこれとかいろいろ配置楽しめますよね。あの21160のイリジアの襲撃に別のタイプのテラコッタが付いてたんですけど、2枚しかなかったんで文句言った記憶があります。あの今回についてはね、4枚付いてますんでこうやって楽しめますんで、これはねなかなかいい仕様じゃないかなと思いました。でその入り口のところ、明かりとして両サイドに魂のランタンがついてますね。まあ氷の城なので雰囲気としてはねすごくいいんじゃないかなと思います。上の方にも実は両サイドについてるんですね。まあ最近ちょっとねこの魂のランタン、それからランタンがね多いような気がするんで、まあ個人的には一部ね、まあ普通の松明でもいいのかなと思っちゃいますけどね。続いて城壁部分です。一番外側、まあおそらく木をイメージしてると思うんですけど、支えみたいなのがずらっと並んでますよね。これもいいですよね。で、やっぱり氷の城ということで、氷とか雪とかをね、使ってるんだと思います。で、パーツをね、かなり使ってるんですよね。なので、まあ逆階段状とか、凹みとかね、結構複雑なデザインになってます。これいいなと思いました。でその壁の上のところ、まあ、あの手すり状になっているこのグレーの部分なんですが、同じものが向こう側にもあります。で入り口のところにも似たような感じのがついてるんですね。これなんですけど、実はこんな感じで簡単に外せるようになってます。これねすごくいいなと思いました。あのここにね別のものを取り付けて、まあ、柵みたいなのを作ってもいいですし、このね、一つポッチのパーツを外して、壁をねこうやって作ってもいいと思います。これねカスタマイズかなりしやすいので、この仕様はいいなと思いましたね。同じくこの入り口のやつも簡単に外せますんで、これはねなかなかいいんじゃないかなと思います。でその両サイド出っ張りがあります。裏側を見るとこんな風になってます。フリックミサイルですね。ということでこれを指で弾けば、よいしょ、こんな感じで飛ばすことができます。でこのフリックミサイル土台部分はまあ固定するためにこうやってねポッチ状になってるんですけど、まあ簡単に外せますんで、サイド側にね動かしたりしてもいいんじゃないかなと思います。あと城壁の上はぐるっとミニフィグを置けるようになってますんで、こんな風に上からね、狙うこともできますんで、これはね遊びやすいですよね。あと両サイドの塔ですけど、裏側にはしごがちゃんとついてるんですね。ということでここを登らせて、こんな感じでね見晴らしてもいいのかなと思います。まあ、カラーリング的に、スケルトンの城とかアンデッドの城とか、まあ、そんな感じでもいいのかなと思いますね。それから塔の根元でバチッと外して、反対側の塔にこうやってねつけることもできるんですね。まあ、こういう仕様というわけではないと思うんですけど、まあ、こういう遊び方もね、できますよということで、さらにこの根元で外して、まあ、これ塔全体をね、真ん中に持ってくるとか、まあ、いろいろできますんで、これはねやっぱり全体的にすごく遊びやすいですね。まあ、こんな風に完全に別の見張り台としてもいいですよね。では内部見ていきましょう。いやこれねアイテムがすごく充実してるんですね。こちら側まずは奥に石切り台がついてます。で金床ですね。でこちら側には作業台、大釜ですね。中には青のクリアパーツが入ってて水入りになってます。もちろん空にすることもできますよね。でその隣には醸造台がありますね。これいいですよね。下にはねポーションがついてるんですけど、このクリアパーツむちゃくちゃ綺麗ですよね。で一番手前には水入りのバケツということで、まあ、さっきのあの金床とかもそうなんですけど、各アイテムは簡単にこうやってね、取り外すことができます。で自分の好きなところに置くことができるんですよね。これはかなり充実してますよね。で部屋の中央にはまあ玉座みたいな大きな椅子があります。なかなかかっこいい仕様ですよね。でここに、選手をねこうやって座らせることができます。盾とか剣をね持った状態でも座らせられますんで、これはねなかなかいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにこの玉座っぽい椅子なんですけど、土台部分から外して他のところに置くこともできますんで、これはねいいんじゃないかなと思います。そしてその椅子の後ろには今シーズンの新パーツ、チェストがついてます。いいのついてますよね。蓋を開けると中にはこの3つが入ってます。これなんですけど、今シーズンの新パーツのパンですね。これついてるのは嬉しいなと思いました。で残りの2つなんですが、このセット醸造台がついてますんで材料だと思いますね。ネザーウォート、そしてこれは火薬をイメージしたパーツじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。新パーツも含めてアイテム類すごく充実してると思いますし、全体的に遊びやすいセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツは499個です。以上、レゴマインクラフトの氷の城21186を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。
左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。